さんこんにちは。今日は三本足の犬たちのパーティーに行きたいと思いますけれども、その前に、ペットショップで犬と犬のオーナーのためのプレゼントを買っていきたいと思います。それでは今からこちらのお店ジェフリーズでショッピングします。So I would like to get $25 gift certificate, please. Thank you. You said 25, right? 25, please. Thank you. Do you have an account with us by chance? Unfortunately, no. Okay. Okay, great. Thank you very much. Yeah, definitely. 今回参加するのは今年で2回目なんですけれども、もう何年もやってるイベントらしくて、今日はどういう犬たちがいるのか楽しみです。会場が見えてきました。どのワンちゃんもとっても元気です。3本足の犬たちから見たら、人間は2本足しかなくてかわいそうだなぁなんて思っているかもしれませんね。こちらがオルガナイザーのフラニーさんです。オルガナイザーの人からこれもいただきました。このイベントは3本足の犬たちだけではなくて、いろんな障害を持った犬たちも受け入れてくれるようなイベントなんです。ジェリー、ジェリーリー。あー、そう、you're so cute。この3本足や障害を持った犬のオーナーの人々はとてもフレンドリーでいい人たちばかりでした。見てください、こんなに自由に駆け回るワンちゃん、見ていて感動してしまいました。このワンちゃんは1歳の時に交通事故で足をなくしたそうなんですよ。今から音楽の演奏も始まるみたいです。ワンちゃんたちも歌うんでしょうか。ジェリービーン、あやはり。What is the name of your dog? Tilda. Matilda. Oh, how sweet. Precious. Thank you very much.With one eye. Okay. How do we get back there? One eye.
I see. Aww. Adorable. How old are they? They're all older. Oh, really? Oh, yeah. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh, I see. サンフランシスコにはいろんな珍しいイベントがあるんですけれども、サンフランシスコのイベントの中でも自分が一番好きなのはこれかもしれません。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今年も三本足の犬たちに教えられることがたくさんありました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。